2015年の2月、株式会社一元でですね、トライアルという形で約22点ですかね、で始めさせていただきました。動画を使ったトレーニングのツールというのは1回取ると入れ替えが難しいという、でそれがクリップという短いもので入れ替えが非常にスムーズであるということからですね、これは非常に面白いということで導入を決めました。オペレーションのトレーニングツールというところだけではなくて、そのマネジメントの変革ツールというか推進ツールとしても使えるだろうなというふうに考えて、今回全社導入ということを決心したということであります。クリップラインを使ってコミュニケーションを良くするんだ、オペレーションを絶対良くするんだ、まずは慣れるんだっていうことを先頭を切って推進するということにまず注力をしたというのが、ポイントの一つかなというふうに思ってます。ベテラン店長がですね、実際にどんなお店を作っているかということを動画でアップして、それを新人の店長だったり全国のですね店長が見ることによって、ベテラン店長のやってるレベルに引き上がっていくっていうことがありました。特にですね、オープン前の準備だったり、仕込みでしたり、どういうふうに効率よく順序よくやってるかということを動画で上げることによって、他のお店も実際に僕らのところもやってみようというようなことで、状態がですね非常に上がってきた、お店もいくつかあります。クリップラインを通じて、今まで あまりコミュニケーション取れてなかった社長だったりのトップの顔が一人一人も知ることができて、逆に言うとトゥードゥを投稿することによって一人一人の顔だったり、こういうことをしてるんだということをトップも知ることができる、これは本当にこれまでになかったコミュニケーションの形かなというふうに思ってます。とにかくやっぱり我々は従業員が楽しく生き生きと働けて、でお客様がそのことをいいなっていうふうに感じてくれて、お客様の店舗体験価値が高まって、でそのいいお店がどんどん増えていくということを目指していっていると、そういうようなことを望んでいます。